神父様、どうもありがとうございます。失礼ですが、ご気分でも？いや、少し疲れているだけです。大丈夫ですか？失礼する。ホワイトスネークが私のスタンド能力ではなくなっている。何か、一体何なのだ。ひどい体調だ。何かが暴走している。私の中で私の意志を無視している何かのパワーだが、希望のあるパワーだ。このパワーの中に希望だけは感じる。丈太郎の記憶していたディオのメモ、このパワーに必要なのはやはりそれか。時と場所、北緯28度24分、西経80度36分、天国はやはりそこにあるようだ。その場所はケープカナベラル、ケネディ宇宙センター。時は新月、あと6日。